ウルトラマラソンに出場、これが今年の一番の軸、ここに向けて今走り込みをしてます。あと3本で3周か3周で2セット目もここにこれハイグンとジェイブすごいいいもんですね。このタイツも試したんですけど、ここで後ろにも前にもここ実はあって、時がいろいろ入るのマジ最高です。はい、ダッはい、これです。すげえな。佐藤さんすげえな。
なんか飲んでる。もう39周、またあと6周なんですけど、もう結構距離で50超えたんですけど、足がやっぱりもうここで重くなったんで、50、今3キロぐらい、かなりきついです。もうここからと、もうついてるだけなんで。2時間30分、31分10秒で61キロ。休憩も挟んでるんで、そういう部分入れてなんですけど、かなりハードです。もう痺れるし、倒れるし、めちゃくちゃもう痺れるし。皆様ご視聴ありがとうございました。普段はランニングコーチをしております。詳しくは概要欄をチェック。よかったなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録も忘れずに、次の動画も見てくれよな。クレイジー。